私からは今日は久しぶりに特に申し上げることはございません。政務三役会議の方も、私が閣議の報告、閣僚懇の報告をした程度でありますので、あと、今朝方の海外経済協力会議ですね、特に私から申し上げることはございません。皆さんからご質問があればどうぞ。たまにはそういうことがあってもいいんじゃないですか。共同通信の上西からです。早速ですが普天間の話からいきたいと思います。大臣は年内で、決着する方が、できれば望ましいという考えを表明されていると思いますが、と言われていると思いますが、那覇市で の記者会見で、アメリカ側が思う日米合意が実現できないときにその信頼関係がどれだけ維持されるのか、必ずしも自信を持って言えないと。で、そういう場合に今の日米同盟の現状について強い危機感を持っているという、言葉を使われて表現されていますけれども、これは裏返すとですね、つまり、日米合意を履行する以外にアメリカとの信頼関係を維持できないというふうにということでしょうか。いや、必ずしもそういう趣旨ではないというのは会見録をご覧いただければ分かるというふうに思います。私は年内を望ましいということは言い続けてまいりましたが、最終的に決めるのは総理であるということも言ってまいりました。総理も言われてますように、一方で、沖縄の県民の皆さんの気持ち、そして三党連立というものがあり、で他方で、日米の合意ということがあるわけで、それ全体を満たすような答えを見出していかなければいけないということであります。そのために連日いろんな議論を行っているということです。すみません、毎日新聞の須藤と言います。普天間問題なんですけれども、普天間問題のですね、結果あるいは結論がどうなるかということはちょっと別にしてですね、沖縄とかの記者会見で大臣がたびたび申されているように、普天間問題を発端にしてではありますけれども、今の日米関係というのはですね、なかなかお互いのその関係が厳しい、あるいは厳しくなるかもしれない状況にあると思うんですけれども、それについて、なんとかそのマネジメントしていかなければいけないというですね、認識を沖縄ではおっしゃったというふうに理解しているんですけれども、アメリカの方もですね、その日米関係を壊したいと思っているわけではなくて、なんとかそのマネジメントしたいと思っていると思うので、今、外相としての立場としてですね、今後日米関係について、この普天間にとどまらずですね、どのようにその関係をきっちり緊密にしていってですね、話し合いをしていくかということについて、一般論で構いませんので、お答えいただけると幸いです。ですから、この今目の前にある普天間の問題が非常に大きな問題として目の前にあります。その他には、私は日米の抱える問題で、何か懸案があるとか非常に難しい問題があるというふうには認識をしておりません。ですから、この問題をしっかりと乗り越えていかなければいけないというふうに考えています。東京新聞の佐藤です。総理が COP15 のですね、首脳級会合の際にオバマ大統領と、日米普天間の問題で首脳会談をやりたいという意向を示してますけれども、現段階の調整状況、実現の可能性についてお教えください。総理が言われたのは、私の理解しているところ、COP15 の場で、会えればということを言われたであって、会談とかそこまで言われなかったんじゃないかと私は思いますが、会談ということは使われました、総理は。そもそも非常に全体のスケジュールがタイトな2人ですから、そう長く時間を取って、その温暖化の問題以外で時間が取れるというのは、ちょっと私には考えにくいことだと思います。せっかくご質問いただいたから、今日の記事にコメントしますと、
まあ、私と総理の間にそう見解の相違が今あるわけではありません。大体、同じ幅の中で今議論をしているということは申し上げておきたいと思います。毎日新聞の野口ですが、大臣はかねてから日米同盟は30年50年、続けていくような、進化をしていきたいということをおっしゃっていて、それで来年の、50周年に向けて、閣僚級税、そういった、深めていく作業をしようということを合意してますが、今回の普天間の問題が決着しない場合、その作業に、与える影響はどういうふうにあると見ているでしょうか。もしくはアメリカの方から何か懸念の方が伝えられているでしょうか。まずアメリカから何か言われているということはありません。あとこれマイク入ってますかね。入ってます。決着しなければという仮定の議論にはお答えしたくありません。ただ私の思いとしてはやはり目の前のこの懸案をしっかり解決する中でより信頼関係を増し、そして、本質的な議論をしっかりと行いたいというふうに思っています。すみません、テレビ朝日の新堀です。先日 の、 その沖縄で、非常に日米同盟に危機感を感じているというふうにおっしゃっていて、ただ今総理とその間に、それほど見解の相違があるわけではないということをおっしゃったということは、この数日間その総理とお話になってですね、沖縄からお帰りになって、やはり少しその危機感というものは変わってきていらっしゃるんでしょうか、大臣の中で。それともやはり依然として日米同盟に対する強い危機感はお持ちになっていらっしゃるということでよろしいんでしょうか。私は従来からそういう危機感を持っております。総理とお話になっていく中で少しそれが薄れてきているということではないということですか。私自身は変わっておりません。フリーのジャーナリストの岩上です。よろしくお願いします。実際にそのアメリカのですね、当局者と最前線で、触れ合って、そのアメリカ側の圧力といいますか、アメリカ側の要望の強さというものを肌で感じていらっしゃる大臣ですね。側聞ではなくてですね、大臣のお言葉としてですね、アメリカのその要望の強さ、合意通りに履行しろと、いうふうに履行してほしいという要望の強さというのはいかなるものなのか、それをご説明いただけないんでしょうか。というのは4日の日でしたが、ルース大使がですね、非常に顔真っ赤にして怒鳴り上げたとかですね、であるいはマイケル・グリーンとかリチャード・アーミテージが来日してですね、でこれはもしですね、辺野古というもともとの合意案にならなければ日米同盟は亀裂が入って元に戻らないだろうとまで言っているシーンがですね、テレビに流されたりとか、あるいは日本のマスメディアがですね、新聞等がですね、もし民主党政権がですね、この、辺野古案もともと日米合意にならなかったら大変なことになるというのを連日書かれているわけです。でそれを見ていると国民は大変不安に思っている部分もあります。実際のところどれほどですね、年内辺野古というですね、アメリカの要求を丸呑みしなかったらば日米同盟は危機的なものになるんだろうと、なるんでしょうか。それを直接国民にこう、ご説明願えないでしょうか。よろしくお願いします。議論の前提がなんかアメリカ側が圧力を加えているとか、そういうことでは全くありません。ただ私の、政治家としての経験の中で、この問題はしっかりと対応しないと日米関係、双方にですね、深刻な、信頼関係の、喪失といいますか、そういうことを招きかねないという危機感を持っているわけです。ルース大使との議論も何か誰かが見てきたようなことを書いてますけども、それは全くの創作であります。もちろん、なんて言いますか、ルースさんもしっかりと自らの主張は言われましたけども、別にその顔を真っ赤にするとか怒鳴り上げるとか冗談じゃないと、どこでそんな
なんていうかことをですね、私と北澤さんとルースさんとあと通訳しかいませんから、何を根拠にそういうことを言っておられるのかと、まあ、そういう思いであります、まあ、マイケル・グリーンさん、アミジェさんは私知りませんが、マイケル・グリーンさんはかなり厳しいことを従来から言っているのはよく承知しております。それはまあ共和党の人間ですから、ある意味当然だというふうに思います。まあ、昨日も民主党系の人と、まあ、議論したときに、まあ、やはりアメリカにもいろんな人がいると。で、今 の, この日本の民主党、あるいはアメリカの民主党、まあ、そこをいろいろ攻撃して、そのなんて言いますか、関係を悪くすることが望ましいと。これ別にグリーンさんのこと言ってるんじゃありませんよ。まあ、そういうふうに思っている人もいて、まあ、様々な意見が出てくると、まあ、そういう話をしたところ、聞いたところであります。いろんな意見があるのは、まあ、これ日本の政界もそうですが、まあ、当然だと思います。それを、まあ、どのぐらいこう真に受けるのかという問題だと思います。確認ですけど、ルース大使が怒鳴り上げたというのは、そうすると誤報であるということですか？ありません、その後は。わかりました、ありがとうございました。朝日新聞の内田です。その来年の日米安保50周年に向けたその新たな協議のことなんですけれども、大臣、今アメリカ側から何か言われたことはないというふうにおっしゃいましたけれども、一部報道でですね、その先の普天間のワーキンググループでアメリカ側が延期の意向を日本側に伝えたんであるというのがあるんですが、この事実関係を教えてください。私の記憶にはありません。で、ただ私自身ちょっとそういう状況じゃないなというふうには自覚をしておりますので、私自身がその、まあ、この普天間の問題をきちんと解決せずに、その安保50周年、まあ、これからの日米同盟の在り方みたいなことを議論に入るという、まあ、そういう気持ちに私自身がなれないということです。NHK の梶原です。先ほど大臣の方から、大臣って総理との考え方にそんな相違はないというご発言ありましたけれども、確認なんですが、大臣のその考えというのは年内決着が望ましいと、で、日米の合意の実現を図ると、こういうスタンスでよろしいんでしょうか？いや、年内決着が望ましい、しかし総理が最終的に決めることだということです。日米合意を実現するのは望ましいということは私は必ずしも言っておりません。しかし、まあ、両国政府で約束したそのことは重いというふうに申し上げているわけです。時事通信の高橋です。引き続き普天間についてお尋ねします。総理はですね、鳩山総理は、引用しますが、あらゆる選択肢が残っている、引用終わり。それから平野官房長官は引用、辺野古だけではなく他もないのかという考え方を総理自身が出すのではないか、出すというのはアメリカ側にということですね、出すのではないか、引用終わり。このようにおっしゃってますが、まだワーキンググループの検証作業というのはまだ結論は出てない途中の段階と思いますが、そういう段階であらゆる選択肢を検討するんでしょうか、それとも検証を終えた上で、その他の選択肢に入ってくるのか、それから嘉手納統合案はもう死んでるんでしょうか、まだ生きてるんでしょうか。まあ、この前申し上げましたが、閣議の後総理に確認をしたところ、まあ、他の選択肢をという指示は出してないということです。ただ、まあ、総理は従来からあらゆる選択肢ということは言っておられたと、だからスタンスは変わってないと、まあ、こういう、まあ、説明を総理はされたと思います。そのうちの一部が今引用されたというふうに思います。まあ、嘉手納の問題は、まあ、そういう可能性がないかどうかということを、まあ、検証の対象としてやってまいりました。まだワーキンググループ終わっておりませんので、結論は最終的に出ているわけではありません。フリーランスの上杉隆と申します。米朝協議についてお尋ねしたいんですが、今日ボズワーズ特別代表が平壌に向かって、オバマ政権初の米朝協議が始まりますが、
その中でこの情報に関して日本政府にはどのような形で入ってきたのか、そしてまた日本政府としてこの協議に対してどういうふうにコミットしていくのか教えてください。まあ、米朝間の協議に日本政府がそのコミットすることはありません。コミットということの意味にもよりますけれども、それは米朝間で行われていることであります。ただ、まあ、アメリカ側はあくまでも6者協議を前提にまずは米朝間でということでありますので、そのスタンスは我々確認をしておりますし、やがてそれは6者の場に戻ってくるというふうに考えております。まあ、日米間の、まあ、このボスワースさんが北朝鮮に行くことに関しての、まあ、連携といいますか、まあ、あるいは情報の問題ですが、まあ、それは従前に日米間で連携が取れております。アメリカ側からアメリカ側から直接情報がということでよろしいでしょうか。理解。詳細は申し上げません。朝日新聞の東岡です。北朝鮮問題でお尋ねします。国連の人権理事会で、北朝鮮側は、拉致問題解決済みであるという立場を、表明しました。昨年8月の日朝協議では、拉致問題の再調査について合意しているにもかかわらず、こうした立場を表明したことについてどのような考えでしょうか。まあ、これは昨年8月の合意に明らかに反するものであり、全く認められません。もちろん、まあ、昨日お話になった方のレベルの問題もあると思いますけれども、我々としては昨年8月の合意にがもちろん生きている、早くそれを履行すべきだと、まあ、そういうふうに考えております。どうも、琉球新報の滝本と申します。この12月10日でですね、沖縄のですね、金町、この間大臣も行かれました、金町の伊芸区の方でですね、銃弾が見つかって、1年ということを迎えますけれども、まあ、この間、県警がですね、基地の中の立ち入りというのが認められたりということで、捜査がありますけれども、まあ、1年経ってもですね、やはり地元としてはその銃弾が米軍の演習によるものではないかということの可能性が非常に蓋然性が高いということで、改善を求めているわけなんですけれども、米側の方の対応というのも、まあ、その日にちが違うであるとかですね、演習によるものではないというふうな見解は崩してない中でですね、まあ、解決についてはまだ1年経ってもまだ解決に至ってないという状況なんですけれども、まあ、捜査は捜査で別としてですね、まあ、対アメリカ、まあ、米軍ということの観点から外務省の立場、外務大臣の立場で、まあ、この問題について1年経過して未解決ということについてはどのようにお考えでしょうか。未解決の状態のまま1年経ったことは大変残念なことだと思います。まあ、先般沖縄に来ましたときに米軍の方からは説明がありました。まあ、銃弾が、まあ、飛ぶギリギリの距離大体なんですね。物理的にも、まあ、そういう中で 米側としてはアメリカから専門家も呼んでいろいろ検討させたけども、演習に伴うものであるという可能性はほとんどないと、まあ、そういう結論を持っているようであります。とはいえ、まあ、現にそれがナンバープレートに突き刺さったわけでありますので、まあ、誰かということはわからないわけですけれども、しっかりと事実関係をですね、本来解明できるものであればですね、さらに解明、努力をしてもらいたいというふうに思っております。その後近所の義務町長にもお会いして、まあ、いろんな話もさせていただきましたが、まあ、今後こういうことがないようにですね、あれ何でしたっけ、第4レンジ4ですね、レンジ4も視察をいたしましたが、まあ、そこはまあ一応閉じたということですけれども、まあ、そういう形、さまざまな移転その他を通じてですね、県民の、あるいは町民の皆さんの生活に、悪影響が出ないように、
さらなる努力が求められていると思います。米国に対しての、その先ほどおっしゃられた努力してもらいたいということは、その米軍とのやり取りの中ではお話、まさに直接お伝えになられたんでしょうか。それは全体のこの安全の問題として、まあ、アメリカ側もレンジ4を、まあ、閉じるとか、もちろん集会があった上でのことではありますが、さまざまな努力については私の方からもお願いをいたしました。さてた方に一人一問ずつでお願いいたします。読売新聞の村尾と申します。普天間に戻ります。今日の午後、総理と関係閣僚の方でお会いになられたと思うんですが、まあ、まだ途中経過かと思うんですけども、出席者の方のお一人が方向性が見えつつあるという趣旨のことをおっしゃってたんですが、まだ今後も続くのかどうかということと、あといつ頃までに結論を出されるとか教えていただけますか。まあ、なるべく早くというしかないですね。ただ、まあ、メンバーの中で北澤さんもグアムに向かわれましたし、総理はインドネシアに行かれますので、まあ、その間はちょっとこの会議は開けないというふうに思います。必要があればまた週内にも再度集まることもあるかもしれませんが、具体的に今そのことを決めているわけではありません。まあ、方向性というか、まあ、ですから議論の方向性は大体一致しているんです。昨日今日とですね。ただ、まあ、最終的な、なんて言いますか、これは相手の話ですので、まあ、3つのこう先ほど問題があるということを申し上げましたが、まあ、それをこうどのようにして、特に、まあ、連立している2党とも納得をし、そしてアメリカも納得するような、まあ、そういう答えを見出していかなければいけないということで、なお努力が求められていると思います。ニコニコ動画の七尾です。視聴者の質問を代読いたします。成田空港にとどまっている中国の人権活動家の方についてでございます。フォンさんという中国の人権活動家の方が祖国中国への帰国を拒否され、成田空港のターミナルで1ヶ月以上帰国を求めてとどまっておりますが、この件につきましてご対応のお考えはありませんでしょうか。すいません、私はそのお話は承知しておりません。事実関係をまず把握したいと思います。はい、ありがとうございます。NHK の相澤と申します。普天間の関係に戻るんですけれども、先週与党や共産党などの国会議員がですね、集会を開いて、そこで辺野古にはジュゴンが生息しているとしてアメリカの裁判所で行われている訴訟の件が話題になりました。で、この訴訟では去年、アメリカの文化財保護法に照らして違法であるという中間判決が出ているんですけれども、今行われている日米合意の検証作業では、この訴訟は考慮の対象になっているんでしょうか。またこの判決に照らすと辺野古の基地建設は差し止め可能であるという見解もあるんですけれども、大臣は、この裁判が結論を出す、政府が結論を出す上で何かしら影響を与えると考えていらっしゃいますでしょうか。まあ、ジュゴン裁判があることは承知をしております。ただまだなんて言いますか、結論が出たわけではありませんので、訴訟の最中ですから特にコメントは控えたいと思います。朝日新聞の五十嵐です。総理はCOP15 で、まあ、オバマ大統領に会えるかどうかは別として、それまでにですね、日本側の普天間に関してですね、日本側政府の方針を伝えて理解を得たいというふうに話しています。で、その際にですね、どういう形で伝えるのか、政府としての考えを伝える、立場におられるのは外務大臣だと思われますが、ワーキンググループの場などで伝えるおつもりなのか、それとも電話会談など考えていらっしゃるのか教えていただければと思います。まあ、総理おっしゃったのはご自身がお会いになってっていうおっしゃったんじゃないんですか。それまでにというふうに言いたいか。いや、それはちょっと私承知しておりません。共同通信社の西野です。前原、大臣はですね、
辺野古に関してですね、米軍の資料をもとに、オスプレイというですね、航空機がですね配備される場合は環境影響調査がまだできていないとということで、米側が言うように辺野古にすれば早いのだということではないというふうな論旨を展開されているというふうに理解しているんですけども、例えばその4閣僚の協議、総理も含めた中ではですね、辺野古が必ずしも早いわけではないというふうな認識は共有されているんでしょうか。いや、そういう議論は特にございません。フリーのジャーナリストの岩上です。よろしくお願いします。3つのですね、その連立方程式、沖縄と、それからアメリカと、それからアメリカの連立、ごめんなさい、連立と、それから沖縄とアメリカの要求と、この3つ全部がですね納得する解というものを見つけられれば、それは本当にそれに越したことはないんでしょうけれども、なかなかそうはならない可能性もあると。でもし、仮にですね、沖縄に負担を強いるという会になれば、つまりは辺野古とかですね、をベースにする案になった場合、どうやって沖縄を説得して、そして、無事工事を着工していくことができるとお考えでしょうか。もし地元自治体の長がですね、建設許可を出さなければなかなか入れません。そうすると将来的には、例えば特措法を作ってですね、かなり強制的な方法ででも作っていくという、そういう道筋になっていくかと思いますし、それができないようであれば、いつまでも何十年もずるずると引き延ばされるかもしれない、辺野古湾って現実的ではないのかなという懸念も出ておりますが、この辺について、お考えを、お聞かせください。まあ、それは仮定に基づいた議論ですので、私が今コメントする必要はないと思います。3者はある程度納得ができる、そういう案をぜひ出したいと思っています。読売新聞、川崎です。先ほど大臣はこのワーキンググループについてですね、その嘉手納統合案のまだその結論は出ていないということで、だからワーキンググループもまだ終わっていないという、そういうご認識を言われましたけれども、ワーキンググループは、次はどういうタイミングで開かれるのか、次のもうワーキンググループではもう、一定の結論が出る場になるのかどうか、その辺の認識をお聞かせ願いまれば。ワーキンググループは終わったと決めてないから終わってないんですけれども、今後どうなるかはちょっと様子を見ないと分かりませんね。つまり、日本国政府がどういう考え方で、やっていこうとするのか、その方向性が出た上でワーキンググループをどうするかということを議論すべきだと思います。ではそろそろ時間ですね。今手を挙げられている方ですね。ニコニコ動画の七尾です。アフガン民生支援の具体策についてお伺いします。アフガン民生支援の具体策につきまして、カブール首都圏開発構想を軸に政府内で検討しているとの報道がございました。一部インフラだけでも25万人の雇用、元タリバン兵士の雇用などを生み出す巨大プロジェクトとなるとのことですけれども、治安悪化の中、可否も含め実際の推進の判断のタイミングにつきまして、どのようにお考えでしょうか。私も報道は見ましたけど、今すでに行っていることなんですね。これはかなり今まで進めてきたものをさらにある意味では規模を拡大してやっていこうということで、今もやっていることです。現時点ではその進捗に何か重大な問題が出てきているとか、そういうことはありません。でこれだけはアフガン支援策じゃありませんので、そのうちの一つというふうにお考えいただきたいと思います。朝日新聞の倉敷です。前回の会見でちょっと大臣に質問して確認するというお答えだったので、今日改めて何でしたっけ、財務省 の密約の調査について、藤井大臣が会見でちょっと前向きな話をされたの でその真意について大臣がちょっと確認するというふうにおっしゃってたので、もしされたのであればお願いします。いや、特にまだしておりません。というのは、外務省自身の密約の問題、これは
今私が何かコメントする段階にはありませんので、そのうちの一部を切り出して具体的に財務大臣なり財務省にどうかというのはそれは早すぎます。まあ将来必要があればそういうことは あるかもしれませんが、現時点では特に考えておりません。ただまあテレビなど見ておりますと、まあ秘書官をやっておられたですね、大平さんの秘書官をやっておられた森田さんがまあいろいろ語っておられますよね。まあそういったことを裏付ける資料が財務省にあるのかないのかですね。まあ現時点では自分のところはきちんとできていないのに他省庁にお願いするわけにいきませんが、まあ必要があればお願いすることあるかもしれません。NHK の根津です。すみません、再び普天間に戻ります。先ほど大臣関係閣僚の間で議論の方向性は大体一致しているとおっしゃってましたけれども、この議論の方向性というのはその結論を出される時期について大体方向性一致されているという意味なのか、それとも、まあ、移設先についての考えについて大体方向性は一致しつつあるという意味なのか、そのあたりについてどのような感じなのか、ちょっとお考えをお伺いできますか。まあ、そのあたりを言ってしまうと議論の中身が分かってしまいますのでコメントしません。すみません、琉球新報の竹本です。武蔵村山市でしたですか、アメリカ兵の少年がロープを張ってというので逮捕された件ですが、あれでその逮捕状が出てからですね、逮捕に至るまでの、まあ、ブランクというか、そこでのその地位協定の問題というふうな議論にが一部で出たりしてるんですけれども、その現行の地位協定でのですね、その身柄の引き渡しについて、まあこの案件について、まあ問題というか支障があったというふうには大臣としてはお考えにはなられてませんでしょうか。私はそういう認識を特に持っておりません。そもそも地位協定の対象外ですよね、本人以外ですと。ですから何か問題がその地位協定に基づいてあったというふうには思っておりませんが。大臣、その共同通信の西田でございます。ワーキンググループなんですけども、その今後どうなるかわからないというのは、これは要するに日本政府の方針を早く、早急に決めて、また日米できっちりまた再開したいというふうな思いはもうないということなんでしょうか。というのは、この検証はですね、どうして辺野古になったのかということを検証することによって、その結論を得ることによってですね、どのような、日本政府の対応を決めていくのかということに資するものだと理解しておったんですけれども、やっぱワーキンググループをきちっとこうやっていくというふうなことはもう無理だからどうなるかわからないっていうのが大臣の真意なんでしょうか。それとも新しい方針を早く作って日米で話し合いを再開したいというのが真意なんでしょうか。どちらなんでしょうか。ご質問の前提としてワーキンググループって何かということを認識の問題があると思います。ワーキンググループっていうのは現在のその普天間の辺野古への移転、まあ、こうなったことの経緯を検証すると、まあ、こういうことで、まあ、そういう前提のもとでさまざまな議論を行ってきました。まあ、カデラなどもですね、そのプロセスで、検討された案の一つですから取り上げてきたわけであります。ですから今政府の中で議論している結果として、何らかの方向性が出ればそういうワーキンググループの問題ではなくなってしまうかもしれないと、そこはまだ分かりません。どういう方向性が出るかによって、したがって、現時点では将来のことについてはお話しできないということを申し上げているわけです。では時間を過ぎましたので、何でもかんでも議論する場ではありません、今のワーキンググループは。では時間を過ぎましたので、これで記者会見、あとありましたらどうぞ、はい、どうぞ。すみません、NHK のことです。すみません、大臣、確認させてください。議論の方向性は一致してるっていうことなんですけれども。おおむねね。おおむね。それが答えだったんですが、もう収束に向かってる段階なのか、まだもうちょっとかかるなと、そういう段階なんでしょうか。まあ、いろんな議論は、途中でまだ新しい要素も入るかもしれませんので、特に
私コメントすることは避けた方が無難だというふうに思います。まあ、しっかりとね、方向性を出さなきゃいけないというふうに思って真剣にみんな議論しています。実感を取りましたが、申し訳ございますか。はい、すいません、先ほど、はい、フリーのジャーナリストの岩上です。先ほどの質問と回答の中でですね、嘉手納案について、それを完全にですね、断念したわけではないというようなご主人のことをおっしゃられたように思うんですけれども、沖縄に行った時の報道ではですね、一斉に新聞報道はほぼですね、岡田外相嘉手納統合案断念というような書き方をしておりました。改めて外相の口からですね、これはまあ YouTube とかで実際に外相のお答えがそのまま聞けますので、それはまだ残っているのか、それとも本当に断念したのか、そこを確認で、お答えいただければと思います。まあ、これはワーキンググループの中で議論しているわけですから、私個人が断念するとかしないとかそういう問題ではそもそもないんですね。ですから私が断念したっていうふうに書かれたのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかというふうには思います。いろんな難しい問題があるということはワーキンググループの議論の中で出てきたことは承知をしております。ワーキンググループ自身が閉じたわけではないんで、まだですね、やってる最中ですから、そういう意味ではこれだけダメだとかこれはいいとか、そういう結論が途中で出るわけではありません。大臣ご自身が断念したということではないということですね。断念したという事実はありません。ただ さまざま難しい問題があるということは前から申し上げておりますし、何が難しいかといえば、騒音レベルを今よりも下げなきゃいけないということは、かなりの機能を他に持っていかなきゃいけないと、それがやっぱり短期間でできるかどうかということについて、そう簡単なことではないということはよく分かっております。ありがとうございました。また増えちゃった。どうぞ。いやまだちょっと時間過ぎておりますが、朝日新聞の五十嵐です。すみません、先ほどのワーキンググループについてなんですけれども、ワーキンググループというのは、その辺野古への移転の経緯を検証するというものだというふうに先ほど大臣おっしゃられました。で、11月の段階ではですね、その辺野古への移転の経緯がの検証が必要だというふうに日米で認識された結果、ワーキンググループが作られたと思うんですが、12月、今の段階になって、その必要がなくなったというふうに判断されるのであればですね、何が変わったんでしょうか。いや、必要なくなったというのは一言も言ってないと思いますけれども。共同上西からです。すみません、最初の質問にちょっと戻るんですが、先ほど日米同盟の現状についての強い危機感というのは、やっぱりかなり強い言葉ではないかと私は思うんですよね。これまで戦後ずっと続いてきたものですから、これについてどう具体的にアメリカのどういったところについて大臣としてですね、危機感を持っているのかというのをもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。どういうところ。まあ、それは私が20年間政治家を続けてきて、今肌で感じていることです。現行案を受け入れるかどうかと、その一点についてということですか。いや、そういうことではなくて、やはり、まあ、同盟というのはそれぞれの信頼関係に基づいて最新の注意を払って、やっていかなければいけないということですが、まあ、若干そこは揺らいでいると。で、そういうふうにしてはいけないというふうに思っております。まあ、一部のオバマ政権や鳩山政権が弱くなった方がいいと思っている、まあ、そういう人たちがいろいろ発言しておられることとは全く違う、そういう次元で申し上げております。朝日新聞の内田です。ワーキンググループについてすいません、ちょっと重ねて確認なんですけれども、これまでそのワーキンググループはそのワーキンググループの結論を踏まえてこの普天間問題を総理が判断するという方向性で進められていたと思うんですが、現在ワーキンググループの結論に関わりなく日本政府で、結論を出す状況に変わったという認識なんでしょうか。まあ、必ずしもそういうわけではないんですけれども、ただワーキンググループで一方で議論しながら他方で
まあ、連立の話も出てくる中でですね、まあ、先送り論のようなことも出てきましたし、ほかに探すという話も出てきましたので、まあ、そういう話はこれワーキンググループを超える話なんですね。ですからワーキンググループというのは、まあ、一旦こう停止をして、状況がまたワーキンググループに戻して議論すべき状況になるかどうかを、まあ、今待っているという状態だと思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。では以上で広いと思います。はい、では